どうもまです。よろしくお願いいたします。この動画は演技講師の浜本信弘が日常生活に簡単に活かせる表現方法や考え方をお届けしておりますが、本日は御礼とご報告の動画とさせていただきます。よろしくお願いいたします。私ですね、浜本信弘、何度か配信したんですけども、新型コロナウイルスの影響で4月中の仕事が全部なくなりましてですね、さあどうしたものかと考えた時にですね、Facebook の方で昔から大好きな文字を書くのが好きで、昔からやってる名前言葉というものがありまして、皆様からお 名前をいいただいてその名前から浮かび上がる文字をですね書くっていう作業なんですけどもそれをですねよろしかったらご購入していただけないかというお願いを Facebook の方に投げかけましたで一応ですね5月の6日第1回目の今延長されましたけども最初の緊急事態宣言の最終日5月の6日までにですね売上げの金額が10万円にいかない場合は私が生活費に使わせていただき10万円を超えた場合はですねその 金額全額全ですね私の周りで今現在困っているお世話になった方とか友人、知人のところにですね、現金が回るようにですね、大切に使わせていただきますというお約束をさせていただきました。で、ありがたいことにですね、10万円の方はですね、2週間弱宣言してから Facebook に投稿させていただいて、2週間ちょいあたりぐらいでどうにか目標を達成させていただいてですね、もう本当に感謝、感謝でした。本当にありがとうございます。でえー、と その全ての売り上げ、ね、が、えー、と先日確定しましたので、えー、ご報告させていただいてそちらの金額は、えー、お約束通り、えー、愛のバトンを皆様から受け取った愛のバトンをですね、えー、と大切に大切に僕の周りのお困ってる方々にですね使わせていただきたいと思います、えー、金額なんですけども、えー、名前言葉えー、と 4万620円が10万円を超えた金額となります。なので、4万620円分はですね、こっちの金額、全額ですね、えー、とどういった形になるかわかりませんけども、えー、と周りの方々で、えー 現状困っている方々に現金が今現在現金が必要な方々いっぱいいらっしゃると思うんでその方々に少しでもですね助か、助けになれるようにですね、使わせていただきます本当にこの度はありがとうございました皆様の愛のバトン何度も言って申し訳ないですけど愛のバトン必ずですね、今受け取ったものは次へつなげてまいりますありがとうございますでえー、っとですね、えー、とゴールデンウィーク中にもう一つですね今先ほど御礼ですねで ごご報報告告はまあこれから使わせていいただくというご報告でございますでちょっとですね今日長いかもしれませんがもしよろしければ最後までお付き合いください。で無料オンライン講座をですね、えー、ゴールデンウィーク中に皆さんがですね、えーなんかこう おうち時間がですね、もてあそぶというか、おうち時間でやることがない方がですね、少しでもなんか僕の無料のオンラインレッスンを受けてくださって、えー、っと、おうち時間の刺激になればいいなと思って、えー、っと、5月の8日までそちらをさせていただきました。で、えー、っと、何名かの方にですね、受けていただきですね、喜んでいただきました。本当に、うん、ありがとうございます、えー。今後もですね、無料レッスンはですね、えーっと、ちょこちょことやっていこうかなと思っております。少しでもね、えー、新しい いいこと演技やったことないっていう方がやってみて楽しかったって言っていただけたら嬉しいのでえ今後もですね無料レッスンはちょこちょことですがやっていこうかなと思っておりますで、えー、とここからはですね、えー、とお知らせになりますかねご報告となりますで、えー、とこちらの名前言葉のご依頼ってことなんですけども、えー ひとまずですね、キャンペーンの最初のお約束の5月6日は終わったんですけども、今後もですね、まあ、正直、えっ、ー、と、新型コロナの影響で私のし、まあ、お仕事はですね、現状をまた復活するかもしれないんですけども、現状、1件を残してですね、今年中のお仕事は、まあ、まず、まあ、中止なり、 白紙なり、えー、まあ延期みたいな形でなくなってしまいましたのでまあどうにかこうにか収入を得ないという,ということなのでもしよろしければですね、えー、また皆様があの名前言葉あの好きだよっていう方いらっしゃいましたらですねご依頼いただけたら嬉しいですよろしくお願いいたしますで、えー、精神繊維書かせていただきますのでねよろしくお願いいたしますで続いて今度はですねえっ、ー、とまあレッスンですねレッスンも全て今中止状態で対面してやるのは中止状態なのでまあオンラインでも やっていいくしかないので今度ですね、有料のオンライン講座を開設しますので、そちらまたあの詳しいことが決まり次第、随時ご連絡させていただきますので、うん、よろしかったらですね、あの、まあ、有料オンライン講座受けていただけたらありがたいと思います。で、内容としましてはですね、まあ、もちろん俳優の方、俳優を目指す方にも役には立つようにはしていくんですけれども、基本的に私が、えっ、ー、と、一般の方が演技の手法を学ぶことで、 日常がより豊かになって笑顔が増えたらいいという思いでハマークトライフスクールという出張型の演技教室を開講しているものでして、えー、内容もですねと一般の方に役に立つような内容になりますのでもしよろしかったらですね、えー、と役者になるんだという方以外の方の方が、えー、ためになると思いますのでぜひ、えー、受けていただけたらと思いますまた詳しい内容はそちらは今後ご報告させていただきますで、えー、と最近ですね家にずっといますので,家で 何かやることないかなって考えた時にですね、えー、自分一人がまあ出演して、えっ、ー、と短いドラマをですね。最近作り始めました。youtube の方でですね。で、えっ、ー、と1分間の物語という形でえっ、ー、と今。 ここ数日1分間の物語という形で、えー、ショートドラマをほうほう配信しておりますよろしかったらですねそちらの方もですねなんかコメントとかいいねボタンとか押していただくと励みになりますのでそちらもご覧いただけたらと思います以上がえっ、ー、と,と御礼とご報告ということで、えー、本日の「ハマテレビ」終了したいと思います本当にえっ、ー、とー今大変な状況ではございますが皆様ですね、えー、こんな時だからこそですね手を取り合い 助け合い笑顔でで元気を出してですね一緒に、えー、共に乗り越えましょうということで「えー、ハマテレビ」今後も何卒よろしくお願い申し上げますじゃあみんな頑張ろうねまたね「テレビチャンネル登録」「よろしく、ね